とても美しいデザインだと思います。でも軍国主義の象徴でなきゃ困るのです。それが私たちの生きる道。嫌なら見るな。でも見たいんです。だから抗議の電話をかけまくるのです。はい、対楽の窓です。今回は皆様お待ちかねということでもないかもしれませんけれども、対楽の窓ではおなじみ恒例の旭日記の話題です。まず直近のこんなニュースが目に留まりました。ジャスティン・ビーバーの衣装旭日記を連想させると韓国で報道され、話題、日本が彼を利用して旭日記を広報というね、こういったワウコリア、向こうさんのメディアですね、日本語サイト記事ですけれども、まあ、ここにはどんなことが書かれていたかと言いますと、世界的に有名なカナダの歌手ジャスティン・ビーバーが旭日記模様を連想させる衣装を着用し韓国で物議を醸している。韓国のファンらはすでに靖国神社参拝の前歴のある彼の行動に失望したという反応だ。また韓国メディアは15日、日本政府とメディアがジャスティン・ビーバーを利用した旭日記の広報を行ったと報道した。ジャスティン・ビーバーが街頭衣装を着て出演した番組は、去る9日に放送されたテレビ朝日のミュージックステーションだったということで、まあこんなテレビ報道があったんでしょうか。私はねこちらにいますんでこういうテレビは見れませんけれども、まあこのネットで見る限りですね、このジャスティン・ビーバーさんが着ていたジャケット、これは世界的に有名なデザイナーさんですね、イーライ・ラッセル・リネッツさん、この方によるデザインで ERL 3ボンバージャケットという名前のようですね。私もこれ今こうね写真で見る限りはですね、オレンジ色の丸が下の隅にありまして、そこからですねいろいろとこう放射状に伸びているということで、淡いピンク、それからオレンジ、そして灰色もありますね。そして薄めの暗い、なんて言うんでしょう、グレーに近いような、薄いブルーといったところでしょうか。そういったね、中間色のような配色なんですけども、こういうねジャケットです。まあ、その名の通りですね、まあ、先ほどもお話しした通り、この太陽をモチーフにしているそのものでありますけれども、ただこれが旭日記かどうかは人それぞれね見方によるところだと思います。これを批判されるのはいずれにしましてもお門違いだということでありますけれども、韓国さんがもうこれねどう見えようが勝手だということになりますね、私たち日本人にとりましては。まあ日本人ならこれをですね、ただ旭日記のようだとこうすぐにね連想するということはありませんけれどもね、私としてはどちらかというとこれを見た時にですね、岡本太郎さんのねあの芸術、そういったことを想像しましたけれどもね、連想しました。例えば太陽の塔なんかもこうね太陽の顔があって、それからこうね放射状に伸びているという、そういうものでしたね。うん、韓国のネットでは彼の出演を利用して日本の旭日記を宣伝したんだと、広報したんだというね、こんなこと言っちゃってますけれども、政治的な広報活動なんていうことをですね、日本のしかもメディアさん、天下のテレビ朝日さんがやってくれるはずもありません。うん、私はもしこれが本当に日本の旭日記の宣伝活動だったら喜んじゃいますけれども、そんなことは残念ながらありません。やはり韓国さんが常日頃そういう活動を自らしているからこそ、日本に対してもそういう目でどうしてもね見てしまうということではないでしょうか。こちら対楽のまででもいろんなね過去に例を挙げてきましたけれども、韓国さんが世界中で、もう日本のみならず世界中で旭日記のようなものを見るたびに、その例えば日本食レストランであれば日本食レストランに乗り込んでいって文句を言うと、どけろと、その看板下ろせということで、どうしても嫌なら分かった、お金も払うというそういうことを、そういう活動をやってきているわけですね。うん、そういった話題はこれまで対楽の窓でもいろいろと取り上げました。
動画の概要欄にそのね数々、まあ5つほど今回は挙げると思いますけれども、その動画まだご覧になっていらっしゃらない方はぜひねこの機会にご覧いただければと思います。まあよくネットで言われるのが、日本のネットで言われるのが、なぜ朝日さんの社記には韓国さんも中国さんも批判の声を上げないのかなという、そういう声があります。韓国さんは朝日の社記は知ってはいるものの、その朝日というメディア媒体がどんな報道を常日頃しているのかということも分かった上で示し合わせたように黙っているんでしょうかね。今回のワウコリアの記事にも旭日旗を悪いものとして非難するのは韓国だけだというふうに日本の極右メディアが言ってるよなんてね、こんなことまで言っております。でもそれは本当ですね、本当です。というのは、こんなことを文句言ってくるのは本当に韓国さん以外にいないと思います。中国さんにしてもここまでは言ってきません。まあそしてさらには日本の極右メディアと言っております。よく韓国さんのメディアの記事にはこういう表現が多々ありますけれども、私から見ればおおよそ真ん中か左寄りの そういったメディアしかないと思っておりますけれども、極右メディアなんていうものは日本の、社会にあるんでしょうか。私は知りません。もしあったら教えてほしいぐらいですけれども、この対楽の窓チャンネル、私対楽の窓にしましてもかなり以前、まあごく稀にでしたが寝とうよなんていうことをですねコメントに、いただく、舞い込んできたということもありました。まあ私自身はこんなのが寝とうよだなんて言われましたら、もしそうだと私自身も言ったら、それこそ本物の寝とうよの人に怒られると思います、うん、ですからまあそういうことではないと思います。まだまだ私なんか真ん中からちょっとね、場合によっては右に偏っているのかなぐらいだと思っております。はい、いずれにしましても今回のこの話題ですね、ジャスティン・ビーバーさん、靖国神社参拝で中韓から非難を受けて謝罪してしまったというね、そういった過去、まあ韓国さんにとってはその靖国神社に参拝したことが悪い過去だと言っておりますけれども、私から見ればその後謝罪してしまったというのがね、もったいない残念な話だなと思います。その理由としましては、面会としましては、ただね手を合わせるだけの場所だと思って立ち寄ったんだというね、そういうことを言っていたそうですけれども、私はそれはね嘘だと思います。本当はこの人、ジャスティン・ビーバーさんは靖国神社というところがどういうところかということは分かってて行ったのではないかと思っております。まあその根拠はねいろいろありますけれども、今回ちょっと省きますが、この人はまあ若くて尖った印象、そういうものもありますけれども、ある程度の歴史については知っている人、そういう知識は持っている人だと思います。まあ靖国神社参拝、外国人による靖国神社参拝と言いますとね、タイの故プミポン前国王、この方が昭和38年に日本にやってきた時に、靖国神社をねどうしても参拝したいんだと、私もということをおっしゃっていただきましたが、日本の当時の外務省はやめれと断っちゃったんですね、うん、これはまあ隣国、近隣国、そういったところに気を使ってねやめさせたということでありますけれども、全くね本当に、はい、ということで、まあ、いずれにしましても本来こんな失礼な話は私はないと思います。私が対比益かどうか、そんなことは関係ありません。本当によそ様の国の、しかもその国王がやってきて参拝したいと言っているのを断るんですから、まあただことじゃありません。例えばまあ個人宅、個人の家で、ご霊前なりご仏前があるとします。そこにね来客が来て、ぜひね お焼香させてください、あるいはお線香をあげさせてください、手を合わさせてくださいって言った時に、いやあなたは結構ですからって断りますかね。そんな断りしたら本当に失礼な話だと思いますけれども、日本人であれば、日本人の感覚であればとんでもない話だと思います。後になって言えば、日本の政府としては外務省としては、いやそういうことじゃないんだと、いろいろプミポン国王様にもご迷惑がおかけするかもしれないなんてね、そんな理屈もくっついてくるのかもしれませんが、私はそんなことは認めません、断じて認めません。はい、ですからまあ
こういうこともありました。その時結局対戦地にね、タイに駐屯していたその司令軍の司令官でしたね、中村中将さんがプミポン国を、まあ、お互い面識のある方ですし、恋にしてたんだと思います、知っている方だったと思いますので、この中村中将さんが代わりにね、プミポン国王の代理でお参りに行ったと、参拝したということであります。私はこのねエピソードをもう思い出すためにね、がっくりくるわけですけれども、ということでこの旭日旗問題、韓国さんからイチャモンをつけられるという話ですけれども、こちらタイでは、まあ、日韓関係をよく知っておりますから、タイ人もそういった中でタイではどう捉えられているのか、今回はあの鬼滅の刃の耳飾り騒動ですね、タイ人のその声をご紹介してまいりたいと思うんですけれども、韓国でも大ヒットだったこの鬼滅の刃、主人公の耳飾りが旭日旗に似てるぞとイチャモンをつけられて、まあそれは思い込みなんですけれども、結局それを劇場公開であろうとネットフリックスであろうと変えろと、変えて上映しろということを迫られたわけです。普通の国のね、一般社会であればこれもう完全に脅しであります。なんなら全世界で公開されている映像全てを変えろという話も私は聞き及んでおりましたが、まあそこには至らなかったということで一安心なんですけれども、この鬼滅の刃以前にタイでの人気はご紹介しました別の動画で、これはですね本当に今でもまだずっと人気であります。ただその当時この日韓問題についてはあまり言及しませんでしたので、今回はこの韓国反日団体さんから圧力をかけられた鬼滅の刃の耳飾りのデザイン、これについてタイ人の声をご紹介してまいりたいと思います。はい、ということでこちら泰楽の的チャンネルでは、こうした日本そしてタイに共通して見れるようなそういったニュース話題を取り上げながら、またこちら親日国とも言われるタイではどんな声が上がっているのか、そういった声をお届けするそんなチャンネルであります。もしよろしければチャンネル登録そして高評価ボタンのほど何卒よろしくお願い申し上げます。それでは早速お届けします、タイ人の声です。はい、まず1人目ですね。そんなに難しく考えることはありません。嫌なら見ないことです。でも見たい。日本は嫌いだけどこれは見たいんですね、ということで括弧笑いって書いてありますけれども、はい、そして次のコメント、こんな小さなことまで心が狭いですね。日本は過去に何度も戦後保障をしているのではありませんか、ということで、こういうこともタイの人たちはよく知っております。もう常日頃東アジアのニュースというものはタイに伝わってきておりますし、タイの人たちはそれを喜んで、まあ、興味を持って関心を持って見ているわけです。はい、そして次、歴史をよく見れば韓国がベトナムでどんなことをしたのか、それについて韓国は何の責任も負っていませんね、とこういう意見もあります。まあ、つい最近なんか当時の話について一部なんか認めるとか認めないとか、なんかごめんなさい言った言わないみたいなニュースは伝わってきましたけれども、実際に保証ということまでは及んでいないはずですよね。これちょっと間違ってたらどなたかコメントで訂正してください。ちょっとその辺はね、私はっきりないと思っておりますけれども、はい、そして次、アニメはそもそも日本のもの、日本が嫌いなら見なくてよい、日本を憎むなら全て憎めばよいでしょう、耳飾りだけを修正させるよりその方が簡単、本当そんなことばかりして疲れませんか、とこのように言っております。個別ね、具体的に対応してたら疲れるでしょうというタイの人の意見であります。はい、そして次ですね、上映したければ修正をかける、まるで社会主義国家の検閲のよう、中国のような巨大マーケットなら商業的に分かりますが、わざわざ韓国に対して必要、ってこういうふうに言っております。本当にそうですよね。個別韓国さんのためだけにこの全世界的にヒットした鬼滅の刃、これの一部の芸術、まあ、作品としてですね、耳飾りの部分のその絵を全部変えさせる、これえらい作業だと思いますけれども、
どうなんでしょうか。その、まあ、今昔と違って一枚一枚ね、絵を変えるわけではないと思います。コンピューター処理上で変えるんだとは思いますけれども、それにしたって AI 作業だと思います。それによって新たな利益を1円も生むものではありませんから、うん、その本来そのままの作品をポンとね韓国で上映すればそれで終わってた話を、また手間のかかることをやっているということですね。はい、そして次、何が悪いの、私は今でも毎日見まくっていますと、こういうこと、まあ、この人多分何が悪いのっておそらくとぼけているんだと思いますけれども、うん、こういうコメントもありますよね。まあ、うちの子供らも今いまだにネットフリックスでね、毎日のようになんかこう聞こえてきますね、見ているというのが暇さえあればという感じでしょうか。今ちょうどタイも、まあ、期末の長期休暇中ですから、まあ、日本でいう夏休みですかね、うん、そういう期間ですから、まあ、いればね、暇さえあればって感じです。まあ、うちの子供らはまだ日本はねちょっとねダメなんですけど、私いくらね教えてもやっぱり私自身が家族の中でタイ語に引っ張られた行っちゃうということで、まあ、自分のねタイ語の方は日々ねこう上達していくわけですけれども、どうもね、まあ男親っていうのはやっぱり子供にね言語を教えるっていうのは苦手なのかもしれませんが、そんな中でもやっぱりネットフリックスですから、鬼滅の刃日本語版を見ているわけです、あのタイ語字幕の、うん、でそういう中で、まあ日本語のセリフまでねしまいには覚えてしまうという状況に至って、時々まあ子供たち2人でなんかね変な日本語聞こえるなと思ったらそのセリフを言ってるわけですよね。それで遊んでるわけですけれどもね、そんな状況にまだ至っております。はい、そして次、韓国はお金に困っていると思います、だから日本の軍国主義だと言って抗議し続けないと倒れてしまうのでしょうと、こういうことを言っております。はい、そして次、まだ足りないのだと思います、でもこんな騒ぎ中国でさえしませんよねと、こういう意見もあります。そして次、ここまで来るともう重症ですね、あれは単なる日本の海軍の旗であって軍国主義の象徴でも何でもありませんよと、こういう意見でもあります。はい、まあ海事のね海上自衛隊の旗でもありますよね。はい、そして次、太陽の紅白模様を見つけたらそこへ抗議電話をかけるそうです、10回につきいくらかの報酬がある、そんな動画を見ましたということで、こちらに返信、あれは本当にひどい、気持ちが悪いですねと、このようにねタイの人たちは言っておりますけども、私そういうものは、まあこう聞けばおそらくそういうものはあるだろうなということは想像はできます。ただこうして具体的には知りませんでした。皆さんご存知でしたでしょうかね、あの要は例 の V から始まる団体さんでしょうか、うん、ちょっとね私は具体的にそういうものは、ニュースとしてあるいはね動画なんかでも見たことはありません。はい、ということでまだまだコメントは続きますけれども、今回はこちらで最後のコメントとして示させていただきます。とても美しいデザインだと思います。確かに第二次大戦時のことを連想する人もいるかもしれませんが、この作品を受け入れる社会でないなら上映権を購入すべきではありませんね、というコメントでした。そもそもこの主張の根本は韓国で見るためにどうしろと言っているわけですよね。ですからそこ自体がおかしいんじゃないかというのがもうみんなタイの人たちが言っております。まあ、日本の興行主側の人たちにはね本当に申し訳ないと思うんですけれども、一発上映禁止という選択肢もなかったんでしょうか。韓国では前半で言及した例えばジャスティン・ビーバーさんの話もそうです。うん、本当にそうです。なんで日本のテレビを勝手に見て文句を言ってくるのでしょうか。もう見なければいいだけの話です。これは日本の電波管理法に基づいて日本の公共の電波、日本の財産に乗っけてやっているそういった放送でありますからね、うん、それを韓国さんが勝手に見て何やってんだオタクっていうのはおかしいわけです。まあ、そもそもそれ自体、例えばそれを見たとしても、勝手に見たとしても
これにイチャモンをつけられる、そんなものは一切、そんな要素は一つもありませんけれども、それでもやっぱりおかしいわけですよね。うん、とにかくまあタイの人たちもこの後にまたまたコメントは続いておりますけれども、とにかく見るな、見ないで、こっちに入ってこないでというね、こんなコメントもずっとずらずら続きます。はい、ということで今回の動画はここまでです。皆さんはタイ人のコメント、そして今回の話題、どのようなご感想ご意見をお持ちになられましたでしょうか。ぜひチャンネル登録、そして高評価ボタンのほどよろしくお願い申し上げます。またコメントの方も、今回もまたね、皆さんのコメントいつも楽しみにしておりますので、ぜひねお待ちいたしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。